工場とか地主館工場。入ってみる。利用の方は駐車して受付をお願いします。そう、生乳また乳原料は全て北海道産のものを使用すること。酪農家の1日についてご紹介をしていきたいと思います。比較的大規模な酪農家さんに多い牛舎がフリーストール方式、実際の牛の大きさに基づいて作られた模型となっておりまして、ちょっと小柄かなという印象がありますが、50から60キロ餌を食べております。水は100から150リットル。食品の製造工場ですので、異物混入には細心の注意を払っておりまして。500ミリリットルパックのほか、学校給食でもおなじみの200ミリリットルのパックを。製品としては5つのシリーズがございまして、右側4つなんですけども、瓶のタイプですと重たく割れてしまうといったデメリットがあるので、こういった紙製のものが開発されまして、なんで最初に三角だったかといいますと、材料費が少なくて済んだというところ、またお子様の手にも収まりやすかったという。牛乳パックは潰さないで結構です。この濃厚牛乳のパックかわいいよね。
販売することができません。8000リットルで言いますとワインに換算すると1万1000本ほどありますので、こちらね、もうちょっとね枯れてしまってるんですけど、ここのずっとねブドウがあって、ブドウの、はい、あのつる下がこう張ってたんです。でただここ小株なんですよ。世界基準で言うとこの225リットルの小さい樽を使う方が一般的なんです。週に2度ほどですね、タル保全と言いまして、同じワインをたっぷり注ぎ込んでます。基本的には飲む用に取ってないんですけど、およそ3000本ほどありまして、アルコールの沸点で78度ですので、78度から82度ほどの温度でじっくりじっくり加熱していきます。ではまだブランデーとしては不十分なので、もう一度同じことをお願いします。こっちに戻して、また
ー